皆さんこんにちは。ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。パラドックスは山口県山口市にあるミニの専門店です。ミニに関する様々な情報をアップしておりますので、まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、今日の話題なんですけども、今日はですね、ディーゼルですね。ミニにはですね、ガソリンエンジンを積んだミニもありますし、ディーゼルエンジンを積んだミニというのもあるわけなんですが、その中でも今日はちょっとディーゼルのですね、運転の仕方というテーマでちょっとお伝えをしていこうかなと思っております。というのもですね、最近ちょこちょこですね、このディーゼルエンジンのミニで少しこう不具合ということじゃないんですけども、ちょっと調子が悪いなとかですね、そういうお話がちょこちょこ出てきておりまして、ディーゼルエンジンですね、実はちょっと乗り方のコツというか、コンディションを維持するための乗り方みたいなところがありますので、そういったところのお話をですね、させていただいて、皆さんがですね、こうミニに乗るときの参考にしていただければなというふうに思います。今日お話をする内容はですね、ミニに限らずですね、国産輸入車含めてですね、ディーゼルエンジンを搭載した車というのはある程度共通している内容になりますので、ディーゼルエンジンを搭載した車に乗っている方はぜひですね、参考にしていただければなと思います。それでは早速ディーゼルエンジンの乗り方やっていきましょう。はい、ということで早速ですね、ディーゼルエンジンの運転の仕方入っていくんですが、まずはですね、そのディーゼルエンジンの不調ってこうどういうものですかというお話をですね、少しだけしておこうと思うんですけども、よくあるのはですね、ちょっとアイドリングが不安定なんですよ。アイドリングがちょっと高いとか、アイドリングが逆にちょっと低くて、ちょっとこうエンジンがグラグラしてるような感じがしますとかですね、あとはエンジンの付けが悪い、アクセルを踏んでもこう加速が鈍いとかですね、もしくはなんかこう力強さがないというような症状とか、またひどい場合はチェックランプがついてるんですね。エンジンチェックランプがついて、警告が表示されてますというところになっております。で、このですね、その不調の原因っていうのは何かというとですね、ちょい乗りなんですよ。はい、いわゆるこうシビアコンディションというやつですね。シビアコンディションってどんなのですかっていうと、そのエンジンがですね、長い時間動かないんですね。例えば月間の走行距離がですね、500キロ以下とか、1000キロ行かないとかですね、またこう、動く止まるを繰り返す、ストップ&ゴーが多いとか、そういうですね、状況を、シビアコンディションっていうような言い方をしたりするんですけども、じゃあなんでこのちょい乗りが良くないんですかっていうとですね、一言で言うと、エンジンが温まる前に、エンジン止めちゃうっていうんですかね、車がしっかり温まる前に、エンジンを止めてしまうっていうところが、少しずつ重なってこう不調につながっていってるんじゃないかなというふうに思っています。というのもですね、ガソリンエンジンは一旦置いといて、ディーゼルエンジンには、DPF とか、EGR とかですね、いろんなこの、例えばね、ディーゼルの、排気をきれいにするとか、燃費を良くするというようないろんなこう構造物がたくさん入っていまして、それらはですね、やっぱり温まることで、本来の性能を 100% 発揮するようになるわけなんですが、ちょい乗りが多いとですね、この温まって 100% の性能を発揮する前にエンジン止めちゃうので、どんどんですね、この不純物とかが溜まっていってしまうんですね。なので、しっかりとエンジンが温まる、DPF が温まるということをすれば、不純物っていうのはある程度こう焼き切ってこう外に出ていったりとかですね、してくれるわけなんですけども、その温まる前っていうのはですね、この DPF とか EGR っていう、いろんなパーツはですね、エンジンが温まる前っていうのはあまり動いてないんですよ。なので、そういったことがこう積み重なって、少しずつこう不純物がたまりにたまって、調子が悪くなるというようなですね、ことが起きてきております。でも、もう少しですね、その DPF とか EGR とかちょっとよくわかんないなっていうものを解説をしますと、DPF っていうのは、ディーゼルパークレートフィルターといいまして、エンジンで燃焼したガスを、マフラーから出すときにですね、通るフィルターがその DPF と。というものになりまして、ここでですね、カーボンすすとですね、成分を一回溜めて、DPF に熱を入れて、不純物を焼き切る。その焼き切ったものを排気ガスと一緒に出していくというようなものになります。なので、これもやっぱりしっかり温まってないと、本来の成分が発揮しない。で、もう一個はですね、EGR と言いまして、これはあまりですね、皆さん聞き馴染みがないんじゃないかなと思うんですけども、
EGR とですね、確かエキゾーストガスレゾリューションだったかな、はい、エキゾーストエンジン、ちょっとどっちかとかあんまり覚えてないんですけども、まあ、それディーゼルエンジンの、燃焼した後の排気っていうのはですね、マフラーに行く方と、もう一回ですね、ぐるっと回って、排気ガスをですね、燃焼室に戻してあげるっていう動作をしておりまして、まあ、その燃焼室に戻してあげるときに通るのが、その EGR というものになります。その EGR を通って燃焼室にもう一回排気ガスを入れることによって燃費を稼いでるっていうのは一個あるんですけども、やっぱりですね、その EGR もしっかり温まるまでは機能をうまく発揮をしてくれないというところで、この EGR もですね、やっぱりそのちょい乗りが多いと徐々に徐々にこう目詰まりをしていったりとか、ある程度熱が入るとですね、どん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 その循環してくれるわけなんですけども、熱が入る前っていうのはですね、こううまく循環しないといいますか、まあ、例えば、まあ、油に例えるとですね、ちょっと分かりやすいかもしれないんですけども、まあ、家庭用の食用油とかもですね、まあ、最初は結構こうトロッとしてると思うんですけども、まあ、しっかりこう熱が入って温まるとこうサラサラになっていくんですというふうにですね、まあ、EGR の中を通っていくこうすすの成分とかですね、あとはどうしても燃料と一緒にこうオイルの成分とかがですね混ざっていきますので、ちょっとこうドロッとした、冷えてるとちょっとこうね、少しこうドロッとしたような状態になりがちで、まあ、温まるとですね、それがどんどんサラサラになって、しっかりですね燃焼室で不純物が燃えていくというふうになるんですが、やっぱりですね、こう冷えてる間というのはうまく動いてくれないわけなんですね。なので、まあ、DPF も EGR もですね、しっかり温まってこそ本来の性能を発揮してくれるということになりますので、やっぱりそのちょい乗りを繰り返しているっていうのはやっぱり車にとってはあまりこういい乗り方とは言えないというふうになってしまいます。やっぱりですね、一昔前の車まではですね、暖気運転って割としてたと思うんですよ。まあ、最近の車は暖気運転必要ないよって言われることも非常に多いので、あまりですね、こう暖気運転ってこう最近は効かなくなってきたかなというふうに思うんですけども、まあ、ディーゼルエンジンに関しては、まあ、ある程度暖気運転をしてもらった方がいいのかなというふうに感じる部分もあります。はい、まあ、ということで、まあ、ディーゼルエンジンのですね、こう調子が悪いなという症状と、あとその不調になる原因というのがですね、まあ、ちょい乗りなんですよというお話をですねさせていただいたんですが、じゃあどうやったらディーゼルエンジンのコンディションを保つことができますかというところで、まあ、今日はですね、乗り方のコツをちょっと4つぐらいですね準備しましたので、ちょっとそこをお話を聞いていただいて、まあ、ぜひ皆さんもですね、こうミニライフ、カーライフに取り入れていただければなというふうに思います。まず1つ目はですね、まあ、月に1回ないし2回ぐらいでいいんですけども、しっかりとですねエンジンを動かしてあげる、車を動かしてあげるっていうことが大切です。まあ、具体的にですね、表現するのはちょっと難しいんですけども、まあ、例えば月に1回ですね、1時間以上、もしくは走行距離で100キロくらいをですね、目安に走っていただくといいのかなというふうに思います。まあ、この走るのもですね、例えば街中の渋滞が多いところをトロトロトロと走ってもですね、なかなか改善はしていかないので、まあ、ある程度こう速度が出るところ、まあ、高速道路とか郊外の自動車専用道とかですね、まあ、そういったところを、まあ、ある程度時間を走ってあげるとかですね、まあ、要はそのエンジンの回転数がある程度高くなった状態で、車が動いてる、走ってるという状態を作ってあげると、まあ、DPF なり EGR にしっかり熱が入って不純物を焼き切ってくれたりとかですね、まあ、本来の性能を発揮してくれるというふうになります。はい、そして2つ目はですね、まあ、今日ですね、ここに2つ、添加剤ですね置いてあるんですが、まあ、燃料添加剤を使っていただくというのがいいのかなというふうに思っておりまして、これですね、こちらもディーゼルエンジン用、こちらはですね、ディーゼルエンジン専用、こちらはディーゼルでもガソリンでもどっちでも使えるというものになるんですけども、まずですね、このディーゼルエンジン専用のこうディーゼル1という燃料添加剤ですね、これ給油をするときとかですね、こう燃料にこう一緒に混ぜて使っていくものになります。でこれはですね、ディーゼルエンジンの、まあ、ここ書いてあるんですけど、燃料噴射装置の洗浄ですね、インジェクターといいまして、こう燃料をバッと吹き出してくれるところがあるんですが、そこの目詰まりの解消とかをしてくれるものになって、まあ、ひいてはですね、燃焼室なんかも、きれいに保ってくれる効果が、期待できるものになります。そして次がですね、これ QL2 といいまして、こちらはガソリンエンジンでもディーゼルエンジンでもどちらも使うことができるんですが、まあ、これも見ていくとですね、まあ、すすとかですね、PM による、オイルの汚染や、DPF の目詰まりを抑制しますということで、ある程度ですね、効果が期待できるというものになっております。
まあ、定期的にですね、まあ、例えば3ヶ月に1回とか半年に1回ぐらいを目安にこういったものをうまく使っていただくと、ある程度コンディションを保つことができるというふうになりますが、これ1個だけ注意点がございまして、ディーゼル1と UL2 ですね、この2つは一緒に入れたらダメです。例えば先にディーゼル1を入れていただいて、ディーゼル1を入れた燃料をある程度使い切ってもらったら、次給油をして、FL2 を入れるというような形をとっていただければと思いますので、まあ、こちらはですね、一緒に入れないというところをちょっと注意をしていただきたいなと思います。はい、そしてコンディションを保つ方法、三つ目なんですけども、三つ目はですね、DPF 洗浄とか、EGR 洗浄というですね、洗浄メニューを、やっていただくというものがいいのかなと思っております。まあ、パラドックスのですね、DPF 洗浄というメニューがありまして、大体まあ、パラドックスの場合で2年に1回とか、車検に1回ぐらいのタイミングでのおすすめというのをしております。で、EGR 洗浄というメニューはですね、今パラドックスの方ではご用意をしてないんですけども、まあ、これもですね、まあ、洗浄メニューを持っている、お店さんというところがありますので、まあ、1回調べてですね、問い合わせを入れていただくというのもいいのかなと思います。で、最後、4つ目ですね、アドブルーを補充するということで、まあ、この4つ目、アドブルーに関しては、ミニでいうと令和2年以降ぐらいの、ディーゼルエンジンですね。まあ、アドブルーというのはですね、尿素水といいまして、この尿素水が、排気ガス中の成分 と、まあ、アンモニアですね、で、化学反応させて排気ガスをクリーンするというものになるんですけども、これやっぱりですね、ずっと車を動かしていると、アドブルーというものもどんどん減っていきます。で、僕の車、アドブルーですか？どうですか？っていうのはですね、給油口を開けていただくとですね、わかるようになっておりまして、給油口を開けてもらったときにですね、燃料を入れる口と、もう一個ですね、青い蓋がついてたら、そっちはですね、アドブルーを入れる、口になりますので、その青い蓋がついてる人はですね、アドブルーを補充をしてあげるということが必要になってきます。ちょっと僕も容量調べたんですけど、ミニがどれくらい入るかわからなくて、まあ、おそらく10リッター前後ぐらいのですね、アドブルーが、入るくらいかなというふうに思います。で、アドブルーですね、海洋品店とかで売ってますし、ミニの正規ディーラーさんとかですね、パラドックスで売っていただければ、ご用意することができるようになっておりますので、必要な場合はぜひお声掛けいただければなと思っております。はい、まあ、なのでですね、ディーゼルエンジンのコンディションを保つ乗り方、そして4つですね、もう1回いきますと、月に1回、2回くらいはしっかりこう車を動かしてあげる、エンジンを動かしてあげるということが1つと、まあ、燃料添加剤ですね、まあ、こういうディーゼル1とか UL2、こういったものを入れていただくといいですよっていうのが、2つ目。あとは DPF 洗浄とか EGR 洗浄で、ある程度溜まってしまったこう不純物とかですね、そういったものをですね、しっかりとこう洗浄してあげるというのが1つ。で、最後に、まあ、これ一部の方になりますが、アドブルーの補充をきちんとしておくというところになります。はい、ということで今日はですね、ディーゼルエンジンのコンディションを保つ運転の方法、コツというところでお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。でですね、DPF とか、EGR ですね、こういったものが本当に完全に目詰まりをしてしまって交換しなきゃいけませんってなったらですね、そうだな、 EGR でだいたい15万円から20万円ぐらい、DPF だと20万円から30万円ぐらいっていうような、交換費用、修理費用になることも少なくありませんので、まあ、日頃からですね、できることっていうのはしっかりやっておいていただくといいのかなというふうに思っております。まあ、本当、今日お話をしたですね、こうちょっとしたコツというか、乗り方の工夫で、ある程度、まあ、抑制できる、対峙ができるというものになっていると思いますので、まあ、今日のですね、動画をぜひ参考にしていただきたいなと思いますし、これから、ミニの中古車を購入しようかなという検討中の方ですね、特に、まあ、ディーゼルエンジンいいよね、まあ、低燃費だし、燃料費も安いし、まあ、ディーゼルエンジンいいよねって言われる方もですね、たくさんいらっしゃるかと思いますが、まあ、その車を選ぶときにですね、ある程度こう古い年式で走行距離めっちゃ少ないみたいなやつは、まあ、少し注意をしていただくのがいいのかなと思います。もちろんそういう車が全部が全部ダメというわけではないんですが、ディーゼルエンジンの車に関してはある程度走っているものの方がコンディションが保たれている可能性が高いんじゃないかという部分がございますので、はい、まあ、ちょっとこう、ね、中古車選びをするときの参考にしていただいてもいいのかなと思っております。はいですね、まあ、せっかくですね、まあ、ミニに乗っていただいているので、まあ、月に1回2回はですね、
しっかり車を動かして、ロングドライブを楽しんでいただいて、まあ、いろんなところに出かけてですね、ミニとの思い出、パートナーとの思い出っていうところをたくさん作っていただきたいなというふうに思いますので、はい、まあ、コンディションを保つっていう意味でもそうですし、まあ、ミニライフを満喫するという意味でもですね、ぜひたくさん運転を楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日の動画この辺にしたいと思います。今日の動画参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと皆さんの素敵な耳が見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。